こんにちはラクジョブの大山です、えー、今日はですねラクジョブに掲載中のルーセントグローバルさんのゲームプログラマー募集のおすすめポイントについてお話ししたいと思います、えー、実はですねルーセントグローバルさんでは、えー、ゲームプログラマーの経験者未経験者両方募集をしています、えー、未経験者でもいいよっていうのは何かっていうと、えー、ゲームの経験がなくって例えば業務系だったりとかまあ、あのー まあ、機関系ののプログラムの、えー、実績がありますとただ、本当にやりたいのはゲームのプログラムですっていうような方がですね今までに何人もルーセントグローバルさんに応募して、えー、採用されてきていますで今活躍している、えー、役職を持っている主任の方も実は、えー、数年前にラクジョブで、えー、採用されたもともと業務系プログラムを8年間ずっとやってきた方でした。でその方はあの30 30歳目前になって、まあ、やっぱり自分の好きなゲームに関わりたいということで、満を持して、えー、ルーセントさんに応募されたんですけれども、そのほかにもいろいろゲーム会社を受けて、えー、落とされてきています。 ね、ただあの、ルーセントグローバルさんの人事の方が、ですねやっぱり元々ゲーム業界で人事やってたわけじゃないんですけれども、自分もゲームが大好きで、かつアニメも「まあ、広角機動隊」とか「セイントセイヤーとかが大好きだっていうふうにおっしゃられてたんですけれども、まあ、そういった、あのまあ、自分は仕事としてそれに関わってきたわけじゃないけれども、大好きだっていう気持ちがあって、でかつその大好きっていう気持ちを仕事に乗せて、えー、きちんとやり遂げていきたい。 そういう技術を習得したいっていうような思いがある方はどん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 育てていきたいっていうふうに思われて、えー、実際に採用して見事に研修も行っていただいて今主任まで上り詰めているというような形になりますで実際そういったあの異業種の方からゲームプログラマーになりたいっていう方もたくさん落書物の方にも問い合わせいただいておりますなので、えー、今 まさに掲載しているルーセントグローバルさんに応募するっていうのが今、一番の近道だと思いますので、ぜひ挑戦してみていただければと思います。であの、その方はですね、主任っていうふうに言いましたけれども、実はルーセントグローバルさんでは今、主任という、えー、ポジションを撤廃しています。 役職やることといえば主任に当たることではあるんですけれどもただただ単にもう主任という言い方が面白くないだろうということで今、そういったあの主任以上の役職の方たちをこれです <laughs>、はい、あのゴールド・セイントと名ぞらえて、えー、それぞれ皆さん称号を持っています。 で実際ですね、今あの、空いてるポジションとしては、アクエリアス、ジェミニ、キャンサー、ライブラ、カプリコーン、えー、それからバルゴ、空いてます。<laughs> なのでですね、えー、それぞれその月の、例えばお誕生月の方は、もう優遇して入れていきたいというふうにおっしゃられていたので、この、えー、主任ならぬゴールド・セイントポジションを狙って、わ、え、れ、ー、こそはお誕生月で活躍できるぞという方は、ぜひ応募してみてください。よろししくお願いします